この23歳の青年ダン・ウォレス君、今は亡き人です。彼は自分のお父さんを WTC で亡くしました。消防署員でした。で、彼は自分のお父さんが何で死ななくてはいけなかったのかどうしても知りたかったし、政府の公式発表はどうしても納得いかなかった。だから調べた。で、結論は CFR が911の犯行者であると分かったんですから。だから彼はこの垂れ幕を持って横断幕を持って CFR に行って抗議したんです。その結果彼は23歳で朝起きたら死んでたんです。コロ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 殺されちゃうんです。911を追及すると、これは現実です。このルーク・ラドコウスキーはこの殺されたダン・ウォレスの親友です。で、ルークはとんでもない勇気のある人間です。彼は自分でデイビッド・ロックフェラーの自宅を探して、ニューヨークの自宅の前に行ってデイビッド・ロックフェラーが出てくるのをずっと待って、出てきたところで目の前まで歩いて行って、あんたが911の犯人だって言ったんです。本当にこの映像を今ネットで見れますから、ぜひ探してみてください。ルーク・ダドコウスキーで、今朝実はですね、その続きがあったんで見てきたんですが、もっとすごい、もう今は40人50人の団体さんが CFR の前に行って、911はインサイドジョブだと、911は CFR のジョブだと、みんなでシュプレヒコールしてます。それで終わったかと思ったら違う、みんなでそのままゾロ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 ロックフェラーの家の前行ってまたやってる。ロックフェラー、お前がやった、お前がやった、お前がやったって今大騒ぎしてます。もうね、みんな分かってるんです。誰がやったかもう分かってるんです。もっとも私はもっと前からとっくに分かってました。5年前からこのホームページ作ってます。ここに何て書いてあるか。 September 11 was generated by secret Judah. September 11 was a hoax. The American Jewish government killed its own people. David Rockefeller of CFR is the mastermind. Greater Israel and new Khazaria must be realized. これを僕は5年前から世界中に一生懸命発信してきた。やっと今になって分かってきた。それはいいんです。 CFR が犯行の中心にいることはもうみんな分かってきたからいいんです。問題はいくら分かっても彼らを止められないってことなんです。何しろニューヨークタイムズもワシントンポストも一切報道しないじゃないですか。 CBS も CNN もこんな疑惑なんか一切報道しない。なぜか、みんな同じ仲間なんです。この国際金融資本の運命共同体なんです。私がこの水爆のことを言い出したらどんなプレッシャーがかかってきたか、ちょっとご説明します。脅迫状が来ます。ユダヤ人のあるグループの人たちから、東方の最高機密を暴露する劣ったモンゴロイドと友好を続けるつもりはない。劣ったモンゴロイドです。お前の首に500万ドルの懸賞金をかけた。つまり私を暗殺した人間には500万ドルが与えられるそうです。ですから、お金に困ってらっしゃる方は一度試されたらいいと思うんですが、ただし問題はその懸賞金をどこにもらいに行くのか。おそらくニューヨークのチェイス・マンハッタン銀行の最上階の会長室まで取りに行かなきゃいけないと思うので、まあ取りに行ったら多分帰っては来れないと思うので。6月の9日に我々独立党でもって京都で講演会をやったんですね。その直前に実はクレームがつきまして、その講演を差し止めろという要求がかの有名な ADL から来たんです。この ADL の記事にリチャード・コシミツが書いてあるんですよ。反ユダヤ主義者のリチャード・コシミツが京都で講演をやる、これを差し止めようとイスラエルの外務省と ADL が京都の市長と日本の外務省に働きかけた。ところがどちらも、その講演を止めることはできないと断られたと。まあ、よかったですね、日本という国はまだ自由のある国なんです。これはサイモン・ウィーゼンタルセンターという例の、ユダヤ言論弾圧機関ですが、ここも私の書いた本についてここで書いています。
で彼らはなんでこんなことをやって私をのに圧力をかけたのか、水爆をばらされたくないかです。それだけです。ここに911を誰が何のためにやって、実行部隊が誰であるかということを A4 1枚でまとめました。おそらくあなた皆さんの手元にもそれがあると思うんですが、簡単なんです。みんなグルなんです。司令塔は CFR です。 Council for Foreign Relations。 ボスはデイビッド・ロックフェラーです。ロックフェラーは FRB のボスでもあります。で、なんで FRB が出てくるかというと、911自体がアメリカの経済的な破綻を阻止する、防止するためのやらせテロだったからです。当然 FRB が非常に深く関わってきます。そして CFR にしても FRB にしても、要するにユダヤ金融国際、ユダヤ国際金融資本の一部であります。そして CIA とモサド、実はこれ2つの組織のように思いますが、実はもう境界がないんですね。同じ組織になっちゃってるんです。イスラエルとアメリカの中枢というのは一つになっちゃってるんです。独立調査委員会というのが911からの後にできて、911の疑惑を一生懸命調査しましたということなんですが、この調査委員会の結果っていうのはいくら読んでもなんだかよくわからない。これ実に簡単な話でして、この独立調査委員会の幹部、委員のほとんどが全部 CFR のユダヤ人なんです。つまり自分たちのやった犯行を自分たちで調査したんです。でも当然犯行を隠蔽するしかないじゃないですか。で、その通り隠蔽しました。メディア、911の疑惑全然報道してくれません。当たり前です。みんなユダヤ資本です。リンダディンとアルカイーダ、簡単な話がリンダディンはユダヤ人です。ブッシュ政権がいろんな侵略をする口実を作るのは彼の役割で、立派に果たしてるじゃないですか。おかげでアフガニスタンも攻められたし、今はイラクの戦争はアルカイダのせいになっちゃってるじゃないですか、いつの間にか。そしてワシントンのネオコン、これも一味です。この人たちがみんなで一緒くたちになって911を捏造したんです。で、目的は何かというと、金融犯罪の隠蔽とか麻薬利権の回復、石油の強奪、軍事予算の増大化というようなことがあるんですが、一番大事なのは実はですね、旧約聖書に書いてある予言を実現することなんです。旧約聖書にはイスラエルが拡大化して大イスラエルというものが作られると書いてあるんです。それは東はユーフラテス川、西はナイル川まで、この間は全部イスラエルになるって書いてあるんです。で、それを実現しようとしてるんですよ。で、その初っ端にまずイラクを攻めたんです。イラクって何か、ユーフラテス川です。だからあとはシリアとレバノンと、最終的にはエジプトのシナイ半島を手に入れれば大イスラエル帝国が実現するんです。旧約聖書が実現するんです。それをやろうとしてます。したがって正直はっきり言います、これ全部やったのはこの連中です。 CFR 国際金融資本、ロックフェラー、ロスチャイルド、これだけです。簡単だったんです。シンプルなんです。